はい、どうもアンダーソンです。前回ね、マリアというかね、ホルスの強行を止めることはできませんでした。これはね、一つ心残りですね。この後、まあ状況が状況のだけにね、マリアはやっぱり逮捕されるんじゃないかと思います。ただね、この当時のねことを考えれば、あの少年法にかかるので刑事的に裁かれるってことはないとは思うんですけど、おまけにあの彼女のお父さんを、高野石のお父さんを殺してしまってるっていうね、あの不慮の事故だったとはいえね、でお父さんお父さんで殺されて埋められてたっていうね、その辺の真相がね、全然今のところ分かってないですからね、そこがね今度の話で分かるんじゃないかと思います。それではやっていきましょう。いきなり、何？ゲームやれってこと？そんなわけないよね。あなたは見事にエンディングの一つにたどり着きました。でもこれがマリアの全てではありません。あなたがご覧になったのはマリアの物語で物語が語るであろう多くの可能性の一つに過ぎないのです。高野とマリア、そしてマリアたちの運命は一つきりではないのですから。この次、あなたが別の行動を選択したならば、前回とは全く異なる運命を彼らに与えることができるでしょう。再びあなたがマリアの世界に戻ってきて、新しい運命を高野やマリアに与えてくださることを望みます。ぜひまたお会いいたしましょう。か。全部12月になってるな。あ、上の方11月なんか。そうか。不快の、あれですね、登場頻度が低かったのと、結局立ち絵がなかったのは気の毒ですね。ゲーム。こうでいいかな？こういう感じじゃない？ああ、一段ずれとる。これはね、今後もね、遊べると思いますよ。ほんで、思うんですけどね、これで配信やってもいいかなと思いますね。ミニゲームで配信。でそう思えるぐらいこの手のゲームで楽しいですよね。レベルが上がると下のやつが強制的に消えてくれるのか、ありがた迷惑かもしれないですね、上手い人にとってはね。私にとってはあそう程度ですけどね。あかん、こんなんやってたら切りねえわ。すげえ楽しいけど10分近くやってるよ。転落死か。転落っちゅうことになったんじゃ。筒石の古い日記。ああ。そうか、迷宮入りか。うん、桑原医長が以前の桑原医長に戻ってくれるといいですね。神田院長の、うん、ストレス性のポリープ、ああ、大したことじゃなかったんだ。え、でもそんなにたくさんあったっていうこと？うん。障害知識か。え？なんてことだ。え？ 4 人？
償うすべか。あ、太田さん、先生じゃねえ。言いづらくなるかもしれないな。そうだな。ストーリーの流れ的にさ、イシリスとオシリスはマリアの中に統合されたのに、また出てきたっていうことですよね。辛いな。誰にも本当のことが言えずにっていうことだもんな。それはこちらこそ。そうだな、君はというかわしが何もできんかった感じだよな。それについては本当に申し訳ねえよ。完全に直すことができんかったっていうのもまた気になるし。あ、やめるつもりなんだ。まあ、居づらくはなるだろうけど。僕はこれまでのことを洗いざらい全て神父さんに話した。マリアの家の床下で僕が見つけた死体、それが僕の父親であること、それを僕が隠したこと、マリアの父親を殺したのが父さんであること、これまでさぞつらかったことでしょう。いえ、マリアの苦しみに比べれば。病院を辞めてどうされるのです？明日警察へ行こうと思っています。すべて話すつもりです。そうですか。シムさん、僕は醜い心を仮面で隠してきました。人間は誰しもいくつかの仮面をかぶって生きているものです。嘘もつけば過ちも犯す。でもあなたは仮面の下の本当の顔を見失わなかった。いつかまたここに戻ってきてください。いつかきっと。では握手はその時まで取っておきましょう。辛いの。二階堂さんに話すのが一番いいんでしょうけどね。これがエンディングなのか。
マリアが院長に手を下すところを止めることはできんかったんかな。あれを止めることができたら。メールにも来てた通りね、マルチエンディングなんでいろいろなエンディングがあるはずなんですよね。そちらの方もね、今後どこかでねやっていけたらというふうに思います。とりあえずね、私と高野医師とマリアちゃんの物語は今回でこれで終了ということになります。残念といえば残念な終わりでしたけどね。ああ、今の右の階層だとあれですね、間に合ったケースがあったってことですね、多分。いつかね、良かった流れと良かったエンディングをね、皆さんにね、お届けできたらというふうに思います。それではね、エピローグ終わり次第ね、今回の配信は終了しようと思います。長々ご視聴ありがとうございました。